エンハイプンは、韓国の男性アイドルグループである、ビリフトラボ所属。CJ イングとビッグヒットエンターテイメントによる、超大型プロジェクト、アイランドで選出された7人で結成。2020年11月30日にミニアルバム、ボーダー、デイワンでデビュー。公式ファンクラブ名はエンゲネ。 2020年にネットやアベマで放送されたビッグヒットエンターテイメントと CJ インムによるサバイバルオーディション番組アイランドを通して練習生23人から選抜された7人で結成された。グループ名のエンハイプンは連結記号ハイフンのように異なる7人の少年たちがつながってお互いを見つけて一緒に成長するという意味。音楽を通じて 人と人、世界と世界をつなげるという意志が込められている。ファンクラブ名エンゲネはファンから寄せられた約6万7千件もの候補の中から自ら決め、その意味を考案した。ファンがエンハイプンの成長と発展に大事な原動力になるという意味と同時に、両者が遺伝子を共有しながら一緒に連結、発展、成長していくという思いが込められている。 2019年3月、韓国の芸能事務所 CJE&M とビッグヒット、エンターテイメントが共同で設立したビリフトラボは、2020年に新たなボーイズグループを結成する予定を発表した。同月、ソウル特別市、アメリカ合衆国、台湾、日本などで1997年から2008年生まれの男性練習生を対象としたオーディションを開始した。 韓国系音楽専門チャンネルネットは2020年5月8日、次世代系ポップアーティストが誕生する過程を追う、という両者の共同事業である、サバイバルオーディション番組、アイランドの放送を発表した。エンハイプンは、アイランドを介して結成され、23人の男性練習生が在籍していた。その中には、ビリーフトラボのオーディション出身者もいれば、 ビッグヒットエンターテイメントから移籍したメンバーもおり、全員がビリーフトラボの下で訓練を受けていた。同番組は6月26日から9月18日まで毎週放送され、ビッグヒットエンターテイメントの YouTube チャンネルで配信された。番組は2部に分かれており、第1部の出場者12名が第2部に進出した。最終回では、 最終的に9人の中から7人のメンバーが選ばれ、6人はグローバル投票で、最後の1人はプロデューサー選択で選ばれた。グループ名についても番組内で発表された。ヒスン、ジェイ、ジェイク、ソンフン、ソヌ、ジョンボン、2期の7人で構成されたグループのデビューラインアップがフィナーレのテレビ生放送を通じて発表された。9月19日。 公式 SNS を順次開設した。10月8日に公式ファンクラブ名がエンゲネに決定し、10月12日に公式 FC エンハイプングローバルオフィシャルファンクラブエンゲネメンバーシップがオープンした。2020年10月22日、チューズ・チョーズンと題したデビュートレーラーを公開し、11月にデビューすることを発表した。10月25日には、 ダスク・ドーンと題された第2弾となるデビュートレーラーが公開され、10月26日に2枚のコンセプトムードボードがドーン、ダスクというコンセプトに合わせて、それぞれ17時と20時に公開された。10月28日、ビリフトラボはウェバースを通じて、初のミニアルバムである本作を11月30日にリリースすることを発表した。11月4日には、 アルバムの予約注文がわずか2日で15万枚を突破したことが発表された。11月21日には予約注文は30万枚を突破した。リリース前には TikTok、Twitter、YouTube、Instagram、V ライブで同時に100万人以上のフォロワーを獲得するなどソーシャルメディア上で多くのフォロワーを獲得した。11月30日 CD と デジタルでリリースし、そのプロモーションとしてデビューショーケースを行った。12月4日、KBS ・ミュージックバンクで正式デビューし、ギブンテイクンを披露した。本作は12月5日付のガオンアルバムチャートで1位を獲得した。ハントチャートではリリース初週に28万873枚を売り上げ、2020年にデビューした。 K-POP グループの中で最高記録を更新した。また、韓国で11月に発売されたアルバムの中で2番目に、売れたアルバムで318,528枚を売り上げた。日本でも12月4日のリリース日に、オリコンデイリーアルバムチャートで1位を獲得し、週刊アルバムチャートで2位を獲得、初週71,404枚を売り上げた。また、 デビューから2週間も経たないうちに2020年のザ・ファクト・ミュージック・アワーズでネクストリーダー賞を受賞した。2021年2月、本作は韓国音楽コンテンツ産業協会からプラチナ認定を受け、国内初の認定を受けた。11月11日、グループのデビューまでの過程を大リアリティ番組エンハイプハイが放送開始された。12月2日には、 2020 FNS 歌謡祭第1夜に出演し、日本の地上波で初めてパフォーマンスを披露した。12月6日、ネットアジアンミュージックアワーズ2020に出演した。2021年3月16日、3月29日より、スタートした日本放送の、オールナイト日本 X の月曜レギュラーパーソナリティに抜擢された。4月26日、セカンドミニアルバム、 ボーダー、カーニバルをリリースした。アルバムとタイトル曲、ドランク・デイズドで、韓国、アメリカ、日本の3カ国の主要チャートを席巻した。7月6日、デビューシングル、ボーダー、儚いで、日本デビューした。7月29日、韓国の幼児向けアニメ、ちびっこ・バスタヨが展開する、キッズポッププロジェクトの一環として、テーマソング、ヘイタよをリメイクした。 8月11日には第2弾としてビリーポコが追加公開された。9月2日、ジョン・ボン、ヒスン、ジェイ、ジェイク、ソン・フンが新型コロナウイルスに感染したことがウェバースを通じて発表された。隔離中、ジェイクが8月29日から咳と発熱の症状が見られ、管轄保健所に報告した後、先に PCR 検査を行い、30日午前に、 新型コロナウイルスの陽性判定を受けた。続いて、ジョン・ボン、ヒスン、ジェイ、ソン・フンも30日から似たような症状が見られたため、PCR 検査を行ったところ、陽性との結果を受けたと、経緯が説明された。8月25日の撮影現場の関係者の感染を受け、8月26日から先制的対応を取り、自主隔離に入り、 27日に貿易当局から新型コロナウイルスの濃厚接触者として自主隔離の対象者に指定され9月8日までのスケジュールをすべてキャンセルしたこれに伴い19日に予定していた韓国でのイベント稽古ンタクト背後への出演を取り消したことも発表された9月5日には2期も新型コロナウイルスに感染したことが発表されたベッドの空間で 自主隔離を行い、毎日自己検査キット及び PCR 検査を受け、健康状態を確認していたところ、3日に咳の症状が見られ、翌日の4日午前に新型コロナウイルスの陽性判定を受けたと説明された。16日、メンバー全員が感知判定を受けたことにより、生活治療センターから対処し、全員隔離解除されたことが発表された。 9月末に予定されていたファーストフルアルバムのリリース日程は10月中に変更されたミニアルバムスタジオアルバムデジタルシングルミュージックビデオハイビーラベルズ YouTube チャンネルシングルミュージックビデオタイアップありがとうございます